だいぶ前になりますけどね、子供にね岩を投げられたことがあります。団地のそばをね、結構家から離れたところですけども、団地のそばをね、歩いてたらですね、その団地の敷地がこうちょっと高いところにあって、そうですね、まあ目の高さ頭よりももっと高いところ、まあ頭ぐらいかな、頭ぐらい高くなってて、まあ団地の横の私が歩いてる道路が低いところにあるわけで、ああ団地があるなと思って、子供がねその団地の庭みたいなところで遊んでてですね、一人で子供が遊んでるなと思って、まあ、その横を通って団地の敷地よりも一段低い道路を歩いて、まあ、通過しようとしたわけですね。そしたらその子供はね、手にね岩を持ち上げようとしてるんですね、で岩って言ったらどのぐらいかっていうと、そうですね、拳台よりもっと大きいバスケットボールぐらい、まあバスケットボールほどまん丸ではないけども平べったかったりするんだけども、それぐらいのまあでかさのまあ岩みたいなもんですね、それを持ち上げようとしてると、でまあ子供が持ち上げられるギリギリの大きさですね。それ以上大きくなったりすると重くて子供だと持ち上げられないということですね。でもしかしたらその岩がね中がスカスカで軽いのかもしれないけども、まあ見た目には普通の岩のように石のように見えると、でそれを持ち上げて頭の上に持ち上げようとしてるわけ。私が考えたのはね、もしかするとその子供がその岩を投げて道路側にそれが落ちてくるんじゃないかと、まあほとんどありえないことだけども、道路側にね私が歩いてるところにその岩が落ちてきたらかなり危険だと、まあね高さの問題もあるし岩の大きさの問題もあるしかなり危険だなと思いながら、でもまあそこ止まってるわけがないんで歩いて抜けようとしたらですね、子供が頭の上に岩を持ち上げて、落としてきたわけ、道路側にね私のいる方に。でね、フェンスがあるんですよね、敷地と団地の敷地と道路は高低差がすごいあるんで子供が落ちたりすると危ないから、50センチぐらいかな、もうちょっと高いかもしれないんですけども、まあそのぐらいのちょっとした柵みたいなのがあって金網がしてあると、だから普通に歩いてても子供が落ちないように、なってるような、そういう柵で敷地が仕切られてるわけ、道路とね。だからその金網を越えてですね道路側に落ちてきたわけですね。で私も驚いちゃって、まさか投げ落とすとは思わないから危ないですからね、まあでも子供だからわけわかんないで投げてくる可能性もある。ただねその子供の顔とかよく見てたんですけどね、すごい少ない確率だけどこちらに岩が飛んでくる可能性もあるんで、その子供のね挙動を見てたんだけども、こっちに見てんですよね、明らかにこちらに人がいるってことを分かって投げてきてる。でまあね、岩が飛んできてですね、で私の頭をかすめるわけですね、まあ、かすめるって言っても1メーターぐらいは余裕があったかな。ただし岩がどういう動きをするかどういう落ち方をするか途中でね、軌道が変わる可能性もあると、重心の問題でねグリーンってなって、だからちょっと避けましたよね。思わず止まってしゃがみ込むような感じにして私の前方をね通過していったと、で危なと思って落ちた岩はね道路で、バッキバキに割れましたね、でまあもし頭当たってたらかなり危なかったと。でパッと子供の方見たらね、まあ、ちょっとニコニコしてるんですよね、まあこちら避けたリアクションが面白かったのかどうかわからないけども、でなんだと思ってどうするかと思って、まあ子供だからねそんなに悪気があってっていうことでもないと思うけど、ただしそれは危ないと、非常に危ないですね、そ
したらね、あの偶然通りかかったおばちゃんみたいな子が人がいて、それを見てたわけですよ。私と子供とその岩投げられた石のね、ことを見ててですね、当然子供が下に石を投げたのもそのおばちゃん見てると。で多分その団地の近所の人だったんでしょうね。うん、私はそこあんま通らないんで、遠いからね、あんま通らないんで、これまでも、まあ、2、3回ぐらいしか通ったことないんで、もう二度とこんな道路通るかと、別に通らなくても問題ないしと思って、たんですけども、そのおばちゃんがね、子供に対して、こらって怒ってたわけ。そりゃそうだよね、あのまあ人が下に歩いてるのにもう当たったら死ぬぐらいのレベルのね、岩を投げるわけですから。そしたら子供がね、ピャッとなって、こうビクッとなって、まあ怒られたんだなっていう、そういうリアクションをしたわけ。うん、で私はね、その時にもう私が直接行ってね、その子供の親とかになんかこう注意するのもちょっと面倒くさいし、立ち去ろうと思ったんだけど、そのおばちゃんがね見てたんで、多分近所の人なんで、その子のね親に、その子にもそうだし、その子の親に一言言いに行くのかなと思って、立ち去ろうかなと思ったら、そのおばちゃんがね、こらって言った後に、まあ5秒ぐらいして子供がね、それ気づいたの、怒られてるのを気づいたのを見て、よしっていう風に言ったわけですよ。まあ 5、6 秒だからね、ちょっと早すぎないかなと思いました。私はね、そのおばちゃんが子供に対してよしっていうのはね、全然良くないですからね。